フランソワ・ドミニク・トゥーサン・ルベルチュール、または、トゥサン・ルベチ、トゥーサン・ブレダは、ハイチの独立運動指導者であり、ジャンジャック・デ・サリーヌ等と共に、ハイチ建国の父の一人とみなされている。一般に、エル・オーバーチャーと綴られることも多いが、彼の兄弟や息子は、ルバート・トゥーアと綴り、歴史家にもその傾向がある。現在のハイチにあたる、イスパニョラ島のフランス王国植民地、 カップフランセ金傍にあるブレダ農園に生まれた。トゥーさんの父祖は祖父ゴーギヌーまで西アフリカのダホメ王国のアラダの主張であったが、トゥーさんの父、イポリト号は捕らえられて、奴隷ブレダの不在領主のノエ伯爵に売られた。トゥーさんは彼の長男で5月20日か11月1日に生まれた。ブレダ生は地名にちなむ。農園の管理者、ベイオンドリベルタは 比較的に人間的で親切な管理人で、トゥーさんに読み書きを勧めた。トゥーさんは普段ハイチクレオールの単語や本語を使っていたが、これにより、自由黒人である司祭ピエール・バティストから、フランス語の基礎とラテン語を学ぶことができた。トゥーさんの教育の高さ、父から受けた薬草の知識や身体能力などは、ベヨンを喜ばせ、家畜の管理、治療や、 奴隷の教育係を任された。トゥーさんは、魚社、獣医学、数学などの技能や知識を習得し、奴隷としては、比較的富裕であった。1774年に法的に解放され、植民地政府の記録では13エーカーの土地と15人の奴隷を、コーヒー栽培のために借りている。彼は熱心なカトリックであり、また、好位のフリーメイソンリーでもあった。 金欲的で質素な生活をし、菜色主義者であった。小持ちの女性シュザンヌ・ウシモーヌ・ヌバティストと結婚し、連れ子のプラシドの他にイザークとサンジャンを設けた。語られるところによれば、トゥーさんは11人の子があり、8人は初出であるという、独学で歴史書や啓蒙思想書に親しんだ。トゥーさん・ルーベル・チュール1789年に、フランスで革命が勃発すると、 1790年には自由、平等、博愛のメッセージがサンドマにも届けられた。フランス国民議会はすべての人が自由で平等であると宣言し、フランス軍兵士はポルトー・プランスに上陸し黒人やムラートと友愛的に交わった。しかしサンドマのプランテーション経営者は人権宣言の効力を否定した。そのため各地で奴隷の反乱が起こった。 トゥーさんは、バンサンオジェの指導する、有色人種の権利を叫んだ1790年10月の反乱には加わらなかった。それらは容赦なく弾圧された。1791年8月に、北県で奴隷の反乱が起こるとトゥーさんも自分が動揺しているのに気づいた。はじめのうちトゥーさんは、反乱による破壊や流血に対し、否定的であった。 彼は反乱の指導者たちと関係があったのは確実だと考えられているが、数ヶ月間彼の主人の奴隷たちやその農園を保った。反乱が拡大し白人が脅されるようになると、トゥーさんは主人とその家族をスペイン植民地サントドミンゴ総督領の安全な場所へ彼自身の家族の手で逃し、自らは農園を焼き白人やムラートを殺している奴隷たちの拠点へ向かった。 トゥーさんはその後すぐに反乱指導者たちの不適切さと白人の自由主義派と妥協しようとしていることを非難し始めた。そして経験を生かして彼らを権威的に指導しゲリラ戦の中で訓練した。1793年には彼はジョルジュビアスーの仲間になっていた。トゥーさんはその中において階級を上げ、また彼が率いた。 黒人部隊は熱病にやられて指揮を書いたヨーロッパの軍隊に対して驚くほど勝利を収めていった。フランス革命戦争が起きると1793年にはスペインとフランスも戦争状態となり、黒人司令官たちはイスパニョーラ島の東3分の2を占めるサントドミンゴのスペイン人を支持した。トゥーサンはナイトに除され将軍としても認められ、 波外れた軍事的能力を見せつけて、老いのモイズ、将来のハイチの君主となる、ジャンジャック・デサリーヌや、アンリ・クリストフなどの有名な戦士たちを魅了した。また彼は、敵の守備を開くことが得意であったので、ルベルチュールとの別名が付けられ、これを、彼は、生とした。8月29日には、黒人指導者として、兄弟と共よ、私はトゥーサン・ルベルチュールである。名前は、 おそらく、君たちのおかげで知られるようになった。私は、復讐を果たした。私は、三度間に自由と平等による統治を望む。私はこれを実現させよう。兄弟たち、私と共に戦う、者たちを、集まれ。同じ大義のために戦おう。我らの非常に謙虚にして、非常に従順な牧サンルベルチュール交易のための、国王軍将軍と劇を飛ばした。 この年の後半にイギリス軍はポルトー・プランスを含むサンドマの沿岸部の大半を占領した。北部でトゥーサンが勝利し、南部ではムラートがこれに続き、沿岸部をイギリス軍が占領したので、フランスも事態を認めざるを得なくなった。1793年パリの革命政府の代表部であったレジェフェリシュ・テ・ソントナとエチエム・ポルベレは黒人に、 反革命軍と外国部隊に勝利すれば自由を与えると約束した。1794年2月4日ジャコバン派の国民公会はこの命令を確認しフランス全領土での奴隷廃止を決めた。これを受けて5月には通んは共和主義者となりフランスに願った。イギリスとスペインが奴隷廃止を認めなかったためだった。 トゥーさんの元同盟者への裏切りとスペイン人の虐殺は後に強く非難されることになった。トゥーさんの天候が決定的となるとサンドマの司令官エティエンヌ・ラボーは彼に順勝の位を与えた。イギリス軍はこれに慌てスペイン人は追放された。トゥーさんの増大する影響力の下でフランスの黒人及びムラート白人の連合軍はイギリス軍と スペイン軍を破った。1794年1月にはトゥーサンの軍は1週間に7度イギリス軍を破った。トゥーサンは新しく出てきたパンシナのムラートの指導者とも争っていた。1795年にはトゥーサンはよく知られた人物となっていた。黒人から尊敬を集め、多くの白人やムラートからもサンドマの経済を立て直す助けになると見られていた。彼は フランス革命政府の法を無視して、プランテーション経営者が戻ることを認め、元奴隷たちを軍令で働くように命じた。彼は、人々は自然には怠惰であると信じ、怠惰を防ぐためには強制も必要だと考えた。ただし、労働者はもはや無打たれることはなく、法的には自由で平等であった。そして再建されたプランテーションの利益を分け合った。トゥーさんは、若いおとき、 また、多数派である、アフリカ生まれの黒人は、白人やヨーロッパ化された村ートから学ぶべきことが多くあると信じていたせいもあり、人種間の緊張は緩和した。ラボーは1796年にサンドマを離れた。フランス革命政府の弁務官の公認に、ソンと名がついた。彼はトゥーさんの統治を認め階級を少々に上げた。 しかし、トゥーさんは、ヨーロッパを根絶やしにしようとする白人の過激派である、ソントナに無心論、粗雑さ、倫理なき攻撃性などを見て、彼の提案を拒んだ。いくつかの策略を費やして1797年に、トゥーさんは、ソントナを追放した。ついで、フランスと交戦中であるイギリスは、損失が大きかったため、トゥーさんとの秘密交渉に、及んだ。 1798年及び1799年の条約でイギリス軍は完全撤退を保証し、サンドマは利益の出る貿易をイギリス及びアメリカが主州国と始めた。武器や商品と引き換えに佐藤を売り通さんは営業であったジャマイカ及び米国南部を犯さないと約束した。イギリスは彼を独立国配置の王として認めると提案したが、 彼はイギリスが奴隷制を続けていることを不審に、思いそれを拒んだ。イギリス軍は1798年に撤退した。フランスによる名目の上官として、総裁政府の代表者、ガブリエル・エドヴィルが1798年に赴任した。エドヴィルはトゥーサンを南部で、反独立状態であったムラートのアンドレリゴーと対立するように仕向けた。しかしトゥーサンはそれに気づき、 エドヴィルを逃亡させた。エドヴィルの後任にはフィリップルームが当たった。1799年10月のチナマウサイ作戦でトゥーさんはリゴを排除しフランスへの亡命を余儀なくし南部のムラートの反独立国も破壊された。このジャンジャックデサリーヌによる粛清は残忍すぎてムラートとの和解は不可能になった。1799年5月22日 トゥーさんはイギリス及び米国と貿易協定を結んだ。アレクサンダー・ハミルトンは米国における強力な支援者であったが、1801年にトーマス・ジェファーソンが米国大統領に就くとハイチとの友好政策は覆された。サンドマゼンドを掌握すると、トゥーさんは奴隷制を維持していた旧スペイン領サントドミンゴに転じた。そして、 フランスの第一子政となったナポレオン・ボナパルトの命令も無視し、1801年1月に侵攻して24日には、公式に全党を掌握し奴隷を解放した。そして委員会に諮って植民地独自の憲法を起草、交付し7月7日に施行して全イスパニョーラ島に自らの権限を打ち立てた。トゥーさんは、独裁権力に近い形で自らを終身総督に、 人じる憲法を定めた。またカトリックを国境に定め、多くの革命的な軍令も形式的に承認された。フランスは公式には何の承認も与えなかったが、トゥーさんはフランスの自治植民地としてナポレオンに忠誠を示した。ナポレオンはトゥーさんの地位を認めたが、彼を収益の上がる植民地としてのサンドマンの回復の障害とみなした。 奴隷制の再建を否定しつつも、1802年には、ナポレオンの議定のシャルル・ルクレール率いる2万人の遠征軍が3度マの再支配を試みた。遠征軍は1月20日に上陸し、トゥーサンと敵対した。トゥーサンの軍はルクレールと戦ったが、月を追うごとに、彼の軍からでサリーヌやクリストフなどをもだった将校たちがルクレールの側へ離脱した。 5月7日ルベルチュールはフランスと奴隷廃止を条件にアンネリの農園に引退する協定を結んだ。しかし3週間後、ルクレールの部隊は反乱を企てているとの権威をかけて、トゥーさんを襲って家族ともども捕らえ、軍艦でフランスへ送った。彼らは7月2日にフランスへ到着した。8月25日、トゥーさんはジュラ山脈のドゥーケンの重要祭へ送られ、 監禁されて繰り返し拷問を受けた。1803年4月7日トゥーさんは、肺炎で亡くなった。トゥーさんの死後も戦いは続けられ、トゥーさんの巧みな戦術で打撃を受けた上に大熱に、悩まされたフランス軍はついに、ハイチから撤退し、1804年1月に、ハイチ共和国の独立が宣言された。ルーベルチュール憲法200周年を記念した20。 グールド紙幣のズガラトゥーサン・ルーベルチュールの名を冠したバラの園芸品種がイギリスで作出され登録されている。ピンクのシュラブである。日本語ではラブチュアとも表記される。横浜米軍喫墜落事件の被害者への追悼のバラ、カズエの親種である。ありがとうございます。